こんにちは、グテーのトン次郎です。今回は戦隊いろいろ集計の2024年度最新版の第5弾ということで、ファンの間でよく話題になる機械系メカと生物系メカの採用率に踏み込んでみたいと思います。それでは行ってみましょう。機械系と生物系、多いのはどっち？スーパー戦隊シリーズの看板要素といえば、なんといっても巨大ロボであり、その合体を構成する巨大メカのモチーフやデザインも毎年注目を集めるところとなっています。特に90年代以降の戦隊においては、従来の機械系のメカに加えて生物モチーフの巨大戦力が登場することが増えており、古くはメカニック戦隊とファンタジー戦隊なんて言い方で区別されることもありました。現在では2006年から展開されたカードゲームレンジャーズストライクでの設定に倣い、地球科学系、宇宙未来科学系、神秘系、生物系の4系統を基本として、さらにそれらの混合をも許容するような分類の仕方も普及していますね。ゼンカイジャーなどで顕著なように、近年では一つの戦隊の巨大メカの中に生物系と機械系が同居する混合スタイルの戦隊が増えてきており、排他的な分類はますます困難な状況となっています。さて、それでは巨大戦力が生物系である戦隊と純粋な機械系である戦隊は果たしてどちらが多いのでしょうか。戦士のモチーフに生物系が取り入れられたのは、ご存知第5作サンバルカンからであり、第9作チェンジマンでも戦士は伝説獣モチーフでしたが、これらの作品では巨大メカは純然たる乗り物型であり、戦士側のモチーフは反映されていませんでした。初めて戦士と巨大メカのモチーフが一致したのは第12作ライブマンでのことなので、これがシリーズ初の生物型の巨大メカと言いたいところですが、実は巨大戦力に生物風の衣装が入っているという条件なら、元祖ゴレンジャーのバリブルーンやバリドリーンまで遡れるんですね。これらの飛行メカは設定上は純粋な機械ですが、デザインにはブルドッグや鳥のモチーフが入っており、名前もそのまんまブルーンにドリーンとなっています。そして自作ジャッカーのスカイエースも鳥の衣装とおぼしきペイントがありますし、挿入歌でもスカイエース火の鳥よと歌われているので、ちょっと苦しいですが鳥モチーフと言えなくもないでしょう。ただいずれにしてもライブマンも含めて、これらの生物型メカはあくまで人の作った機械であり、巨大戦力が機械以外の設定になるのはよく知られているように、第16作ジューレンジャーの守護獣が初めての事例ということになります。まあこれもコクピットがあって外見も内装もどう見てもメカニックなんですけど、設定上は機械ではなく神とされていて、それゆえにジューレンジャーはシリーズ初のファンタジー戦隊と言われているわけですね。これ以降生物系の巨大戦力を刺激する戦隊が増えていきますが、近年の作品では機械生命体という設定のエンジンやシュゴッド、機械の体を与えられた恐竜とされる獣電竜など、生物系の中にも機械的な要素を持つものが散見されるようになっています。以上を踏まえて、ここでは1、生物モチーフの入らない純粋な機械系、2、生物モチーフ入りの機械系、そして3、純粋な生物系や生物型の機械生命体の類の3種類に分けて、どのタイプの巨大戦力が出てくる作品が多いのかちょっとカウントしてみましょう。まず1の純粋な機械系のメカしか出てこない作品は、バトルフィーバー、デンジマン、サンバルカン、ゴーグル5、ダイナマン、バイオマン、チェンジマン、フラッシュマン、マスクマン、ターボレンジャー、ファイブマン、カーレンジャー、メガレンジャー、ゴーゴーファイブ、デカレンジャー、冒険ジャーの16作品に加えて、最新のブンブンジャーも見込みで含めると17作品となり、48作中に占める割合は 35.4% となります。ルパパトにもほぼ生物系メカは出てきませんが、グッドストライカーに一応顔がついているので、ライブマンやジェットマンのメカを生物型というなら、これを生物型じゃない扱いにもできないということで、生物型メカありとして集計しています。次に2の生物モチーフ入りの機械系だけが出てくる作品は、ゴレンジャー、ジャッカー、ライブマン、ジェットマン、ハリケンジャー、ゴーバスターズ、ジューオージャーの7作品で 14.6% ですね。これらの戦隊のメカは生物の形を模してはいるものの、あくまで文明圏で作られたメカニックであり、基本的には生物としての自我は宿っていません。獣王ジャーの獣王キューブは一応自我を持つメカと言われてはいますが、合体時に串刺しになるシーンがあることから、明確に生物ではない設定となった経緯があるので、ここに分類するのが妥当でしょう。そして3の生物系や生物型の機械生命体だけが出てくる作品は、獣レンジャー、大レンジャー、核レンジャー、銀河マン、ガオレンジャー、アバレンジャー、激レンジャー、ゴーオンジャー、真
剣者、恐竜者、竜装者、キングオージャーの12作品で 25% となります。エンジンなどの機械生命体と獣王キューブのような生物型のメカの何が違うかというと、エンジンは機械的要素を持っていてもあくまでこういう性質の生き物であって、現にこの姿のまま繁殖したりしてるんですね。キューレンジャーのバランスとチャンプの違いの巨大メカ版といえば分かりやすいでしょう。さてここまで36作品がカウントされましたが、残る12作品はこの3種類の巨大戦力が混合で登場する作品ということになります。まずオーレンジャーは超力モビルの時点で生物型の機械であるスカイフェニックスら3機と生物モチーフとは言い難いドグランダー、モアローダーが混在していますし、キングピラミッダーなどもあるので1と2の混合と言えます。タイムレンジャーはタイムジェットやタイムシャドウに加えて生物型メカの V レックスが出てくるので、これも1と2の混合ですね。マジレンジャーは基本的には生物モチーフの巨大戦力がメインの作品ですが、トラベリオンは魔法で動くという点はともかく生物モチーフは入っていない純粋な乗り物なので、これは1と3の混合と言えるでしょう。ややこしいのがゴセイジャーで、ゴセイマシンは設定上も描写上も生物型の機械に過ぎないのに対して、それにくっついているゴセイヘッダーの方は意思を持つメカ生命体とされているんですね。つまりこの時点で生物型の機械と生物系が同居しているわけですし、加えてゴセイアルティメットは生物モチーフのない機械なので、1、2、3の3種類の巨大戦力が混在していると言えます。ゴーカイジャーではゴーカイガレオンなど各種メカのほか、機械生命体のマッハルコンも出てきますし、大いなる力で呼び出されるマジドラゴンやガオライオンは純粋な生物系と言えそうですから、これも3種類の混合でしょう。特急ジャーは基本的には生物型のメカは出てきませんが、劇場版に登場したサファリガオーは合体前合体後ともに生物モチーフが入っていたので1と2の混合となります。ニンニンジャーはメカのモチーフのごちゃ混ぜ感が売りの作品で、基本のお供人からして人型、ドラゴン、ダンプ、リニア、犬型という愉快な構成であり、これも1と2の混合型でした。キューレンジャーも生物モチーフのメカとその他のメカが混在しているので1と2の混合ですね。ルパパとは生物型メカ不在の作品という見解もありますが、戦術のようにグッドストライカーは生物モチーフ扱いしないわけにはいかないので、一応1と2の混合ということになります。キラメイジャーは純粋な乗り物型のメカが多いですが、スモッグジョーキーやザビューンなど生物型のメカもいくつかあり、これも1と2の混合でした。王様が転生したマシンオラディンなんかは2ではなく3に分類するのが妥当かもしれません。そしてゼンカイジャーは初期メンバーの機械変形の時点で生物系と機械系が混在しており、生物型メカのクロコダイオーや名前に反して特に鳥の衣装は入っていない全力イーグルとレパートリー豊富であり、これも3種類の混合と言えます。ドンブラザーズは各ロボ太郎はメンバー本人が変身した姿なので生物系の一種と言えますが、エンヤライドンという鳥の衣装が入った純粋なメカや、おみこしフェニックスという機械なんだか何なんだかよくわからないやつも登場しているので、2と3の混合と言えるでしょう。ということでここまで見た限りでは純粋な機械系のメカのみが出てくる作品が17作品 35.4% で最も多いですし、混合タイプの作品も合算すれば純粋な機械系が出てくる作品は28作、 58.3%、 生物型の機械が出てくる作品は18作、 37.5%、 生物系が出てくる作品は16作、 33.3% という数値になり、やはり最も多くの作品に姿を見せているのは純粋な機械系のメカということになります。一方見方を変えれば、実に全体の 70.8% の作品では生物型の機械か生物系の巨大戦力の少なくともどちらかは登場しているということでもあり、結局現在の戦隊シリーズには機械系も生物系も同じくらい頻繁に出てくるということになります。そう考えると混合タイプの12作品こそが今の戦隊のあり方を象徴しているのかもしれません。ブンブンジャーのような純粋メカニック戦隊をたまに挟みながらも、今後はやはり混合スタイルがメジャーとなっていきそうな気がしますね。ということで今回は2024年版戦隊いろいろ集計の第5弾をお送りしました。引き続き過去の集計の更新版として第6弾以降も出していきたいと思いますので、他にはどんな集計が見てみたいか皆さんもぜひコメント欄で教えてくださいね。
はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮指定の活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。サブチャンネルもありますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子パンダの代理でグテーのトン次郎がお送りしました。